やっほー、みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？こんにちは、みさきチャンネル、みさきです。今日は私最近すっごい YouTube に対して真剣に向き合おうと思ってまして、今までもそうやったんですけど、16万人今達成させていただいてます。で、20万人を真剣に目指して、ここで一旦私のチャンネル、私自身、みさきチャンネルを分析していきたいなと思います。さて、どうするってなったら、 YouTube すごい機能があるんです。 YouTube されてない方も知ってるかもしれない、アナリティクスって聞いたことないですか？私のこのチャンネルを分析した、その分析結果を聞いてる？どこ撮ってるの？分析結果を表とかグラフとかパーセンテージとかで表してくれる便利なものがあるんですよ。そのアナリティクス、正直今まであんまり見てけへんかった。で、結構ね、他の YouTuber さん見てると思うねん。で、私見てもさ、分かれへんというか、これが何パーセント、うん、いいの、これはあかんの、分からんねん。でも、それがいいのか悪いのかとかも含め、ちょっといろいろ見ていきたいと思います。まず YouTube の機能の中で、チャンネル登録で、あと通知ボタン、通知登録っていうのがあるんですけど、このね、チャンネル登録、私の動画を見てくださってる視聴者さんの中で 75.3% も未登録で見てんねん。今すぐチャンネル登録お願いします。登録してくれてる方 24% しかおらねんで、これは過去1ヶ月遡ってしか見れないので、今までのトータルは分かんないですけど、ここ最近は7割超えの方がチャンネル登録せんと見てんねん。これはけしからん。ぜひチャンネル登録をお願いします。で、次、通知ボタン。通知ボタンっていうのは、私が動画を配信しました。よくゲリラライブするので生配信ですね。みさきチャンネルが生配信を始めたよっていうのがね、通知行くんですよ。その通知ボタン登録、はい、してくれてますよね。言えてない。してくれてますよね。今見てくださってる方は多分もう通知ボタンまでしてくれてるとは思うんですけど、これ私今16万人いてる中で1万人もいてないんですよ。こら、あかんで、ほんま。これの平均っていうのがあるんですね。皆さん、登録者数の1割 10% よ、1割の方が通知ボタンを登録してるらしい。ってことはやで、ちょっと計算して、はい、計算して、16万人の、1割ってことは 1.6 万人や。1万人もいてなかったら平均よりだいぶ下よ。半分以下やで。ちょっとこれはあかん。チャンネル登録、通知ボタンまで押しといてください。じゃあ、私の動画を見逃すこともないし、ライブ配信を見逃すこともないし、これはお互いにとってウィンウィンやと思うから、チャンネル登録、通知ボタンまでよろしくお願いします。チャンネル登録のボタンはね、分かる方多いかもしれないんですけど、通知ボタンもその近くにあんねん。今こうやって動画を見てもらってるこの、ここ、今出してるここ、ここを押したら OK です。これを今すぐ押してください。押した？押した？まだ押してない？押して。次に、私のチャンネルを見てくださってる年齢層別のグラフがこれです。こんな感じになってるんですけど、一番多いのが45歳から54歳の方、 35.7%、 ありがとうございます。この年代の方に続き、次、35歳から44歳の方、ちょっと若くなってんな、 26.3% で、第3位は55歳から64歳の方、ここが 17.2%、こんな感じになっております。で、ありがたいことにですよ、65歳以上の方もこちらも 5.7%、 ありがとうございます。見てくださって、孫感覚かな、どんな感じかな、微笑ましく見てくださってくれてるのならありがたいです。25歳から34歳の方、こちらもね、 12%、 ありがたいです。もうちょっと下や、ここ、これが18歳から24歳、少ない、ここが少ないんよ、 2.7%。 18から20何歳、18から24歳からしたら、私ずっと言ってる通り20歳やからさ、同世代や、同世代やから、同世代の女は興味ないんかな、ここ難しいんやけど、
ここの割合を増やしたい。なんてババアって誰やそんな言うたん。ババアじゃない、二十歳で投資してるから仲良くしようや。ここの世代を増やしていけるように、まあ、ちょっとでも増えるように頑張っていこうかなと思います。でよ、こっからや。それより下、未成年や、子供やん。13歳から17歳、これ 0.2% 見たあかんて。このチャンネルは子供向きではありません。13歳は9時には寝よう。もう絶対見たあかん。家帰って、まあ、スイッチでもして、あとなんや、漫画やもん、アニメ見よう、おじゃる丸見よう、ナルトか、ナルトちゃうな今、ボルト見よう。で次、性別ですね。私の動画を見てくださってる方、もうほぼ男性です。男性が 96.4% で、女性が、まあ、残りなんですけど 3.6%。 これ少なって思ったかもしれへんけど、めちゃめちゃ増えたんですよ。最初の頃も 99% 男性でした。これが今 3.6% まで。しかもね、私実感あるんですよ。最近そのパチンコのお仕事行かせていただいたりした時に、女性のファンの方めっちゃ嬉しいね、来てくれるんですよ。まあ、ご夫婦で来てくださる方もいらっしゃいますし、女性一人で美咲ちゃん会いに来たって言ってくれて、来てくれた時めちゃくちゃ嬉しかったです。で、女性ファンの方もう今後ともよろしくお願いします。で、ここの割合を10、15、10、まあ、希望18、20ぐらいまで増やしていけたらなと思ってます。ってことはよ、女性向けコンテンツをなんか上げていかなあかんな。女性向けの動画も上げていきたいなと思うので、今です、女性の皆さん、どういう動画が見たいっていうのがあればまたコメントいただけたらなと思います。女性ファンはほんまにもう心から嬉しい。であと他には、私のチャンネルを見てくださってる方の地域別なんかも見れたりします。日本がね、やっぱ 96% ダントツです。でも 4% があれやねんで、 4% が外国なんですよ。で、最近ライブ配信中でも、まあ、韓国語だったり英語だったり、まあ、いろんな方のいろんな国のコメントチャットが来るんですよ。でめっちゃ嬉しいんやけど、私分からへんからさ、まあ、なんとなくニュアンスでしか答えられへんけど、海外の方大歓迎です。いろんな国の方と仲良くなりたいなと思ってます。あと私のチャンネルを、まあ、こうやって見てくださってる視聴者さんが、他のチャンネル、私のチャンネルも見るけど違うチャンネル、こんなんも見てるよっていうのも私にバレてます。あまねこさんだったり、あとね、バンライフ協さん、結構何個か出てきてたんですけど、もうここしか分からへんかった。いろんなチャンネルに、まあ、浮気してんのが全部バレてます。でね、あとこんなんもわかんねん、 YouTube 検索獄っていうのがあって、私のチャンネルをどう検索して出てきたのかっていうのがわかるやつがこれです。まあ1位、美咲チャンネル、まあわかる、だって美咲チャンネルやもん、私出てきますよね。2位よパンチラゴルフって何ゴルフしてないしさ、パンチラもしたことないねんな。え、なぜ私が出てくるしようかゴルフしてみたいなとは思うねんけど、でもさ当たれへんねんな、たまに。もうめっちゃ空振りすんねん。で3位、下着って何なんで。で温泉女子、温泉行ってないけどな。美咲チャンネル、まあ、5時やな。パチンコ、まあ、OL やったり、まあ、美咲チャンネル、どこが漢字どこがひらがな、美咲ちゃんまでがひらがな、ネルがカタカナです、これが正解。まあまあそんな感じで、まあ、いろんな検索ワードで私のチャンネルが出てくるっていうのが、まあ、これ見てわかるって感じですね。まあ、もっといっぱいあんねんけど、まあ、こうやっていろんな角度から自分のチャンネルを分析できるのがアナリティクスなんですけど、まあ、もっともっと他にもいろんなワード、いろんな、え、何、いろんな分析結果出てるんですけど、まあ、皆さんが気になるというか、まあ、分かりやすいのはこの辺かなと思います。この分析結果を聞いて、じゃあ美咲ちゃんこうしたらいいやん、女性を増やすには、若い層を増やすにはこうしたらいいやんっていう、何かピカンとひらめいた方、コメントいただけたらなと思います。もう今までもそうやけど、16万人ってたくさんの方に応援していただいて、で私一人では何にもできてないので、まあ、皆
さんのアドバイス、ほんまにアドバイスありきのチャンネル私のチャンネルは皆さんのアドバイスをもとにまだまだやっていくので、ぜひ20万人まで一緒にみんなで20万っていうのを達成できたらなって思います。で、今日結果何が伝えたかったのか、チャンネル登録、通知ボタン、したもうしたよな、もうこんだけ言うてもうしてるよな、さすがにしてない、して早くしてください。チャンネル登録、通知ボタンオンにしておいてもらえたら、登録していてもらえたら嬉しいです。まああとコメント高評価お待ちしてます。